1953年、柳井達夫は、日本の教育、児童文化評論家。東京神田生まれ。東京府青山市半学校卒。小学校教師として、作文教育に熱心で、日本作文の会場に委員。東京都世田谷区立大沢国民学校に、勤務していた1944年、集団疎開先で受け持った学童に、鉛筆舞台の名称を与え、 家族や戦地の兵士への手紙を書くことを奨励した。その後、近くの松本飛行場にいた特別攻撃隊員と学童の間で交流があり、その自責が後に木村健の著書、鉛筆部隊と特攻隊もう一つの戦士マイナスで紹介された。戦後の1946年に藤田玉浦と共に、 自動雑誌、赤とんぼを実業の日本社から刊行し、良心的自動雑誌として評価された。ケストナー、飛ぶ教室の翻訳や、竹山道夫、ビルマのごとにぎみ南吉の遺構などは、赤とんぼに掲載された。小学校の教え子だった、和田誠は、教科書をあまり使わず、赤とんぼや石井桃子役の、熊野プーさんを教材に使用するユニークな、 先生だったと10回している。1958年、私たちの死と作文で産経児童出版文化賞受賞。ありがとうございます。